今日は、カメルーンのピーベリーを焙煎していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。カメルーンって結構珍しいんですよね。なのでちょっと買っちゃったんですけど、とりあえずどんな感じになるのかちょっと試してみたいと思います。家庭用のコンロですね。こうやってシャカ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 と焙煎していきます。これですね、家庭用のコンロでやるときはこのように炎が小さくなってしまいますので、これだけちょっと注意が必要です。まあしばらくすると炎は再点火するので、まあ、そのままやり続けてやってください。でこうやってまた何度もやるので、これだけちょっと気をつけましょうって感じですね。で、まあ、炎が消えちゃう点なんですけど、このようにコンロが2つあるので、こうやって2つ同時にね、炎を沸かしてまして、でお湯も沸かしついでに沸かしていくっていう作業もしていきます。でこうやってどんどん火が消えたらこの隣のコンロにどんどん移って焙煎をしていくっていう作業になっていきます。聞こえてきましたか？これが1ハゼという音になります。大体の目安を言いますと、このぐらいの色になりますね。もうちょっと明るいところ持ってきましょうか。これぐらいの色って感じです。だいぶこれが浅煎りの目安になっていきます。この時の時間がね、まあ大体8分ぐらいかかるかなっていう感じですね。じゃあ私はこのぐらいの中ザファエリーぐらいのコーヒー豆が好きなんで、まあ、これぐらいで焙煎を止めようかと思います。これぐらいの豆になりました。だいぶね、見てもらっても分かると思う、茶粉が飛び始める頃だと思います。でこんだけ茶色になるといい感じの香りがしてきて、結構いい匂いです。それでなんですが、ちょっとタイマー切るの忘れちゃったんですけど、多分だいたい10分ぐらいだったと思います。それではカメルーンピーベリーの、焙煎後の重量を測っていきたいと思います。では入れていきます。どうでしょうか。 43.5g になりましたね。あとはだいたい 6.5g、水分が飛んでいきました。このようにコーヒーの焙煎はこのグリーンビーンズと呼ばれる緑の豆から、普段よく見かけるコーヒー豆へと変化するのです。今日はカメルーンのピーベリーでコーヒーの焙煎をしてみました。ご視聴ありがとうございました。